しょう。よいしょ。おはようございます。さあ、さあさあ、出発しましょう。はい。さあさあ、出発しましょう。今ね、東名高速の、はい、中井パーキングにいます。さあ、今日の積み込みは、なんと静岡県焼津からの積み込みになります。よいしょ。さあ焼津からの積み込み、まあ前回はね守谷で降ろして、で夜中ここまで走ってきて、で今ね、はい、休んでおりました。まあ夜中の、はい、卸しやったんですけど、とりあえずね今日の積み込みはもう焼津って決まってたので、もう深夜割の時間帯で乗っちゃいました。なので今日ね焼津で降りるときは深夜割で降りれそうです。さああと焼津まで130キロ、まあ今日もね気をつけていきたいと思います。ではフベット行っちゃいます。はい、さあ走ってきました。今東名高速大井川焼津インターまでやってきております。あとお客さんのところまで残り10キロはね切っております。とりあえず10時半ぐらいに到着できそうなので、もうペペッと積んでもらいましょう。まあ午前中に出れるかな、どうかな。まあ10時半に到着ならいけると思いますけど、どうかな。まあとりあえずあと積んだらね、あとは下道で次のところまで行きたいと思います。あと金額はね多分1万3000ぐらい、あの守谷からってか、やわらから乗っかってこっちまでで1万3000ぐらいかな。ちなみにここの大井川焼津インターは先輩がよくね通っているので、よいしょ、はい、教えてもらいました。トレーラーでも通れるよっていう。ある程度ねスマートインターは降りれないところもあるので、まあここは聞いとってよかった。まあ8000いくらですけど、首都高やらなんやらで多分1万3000ぐらいで、ここまで来ましたね。なので、あとは、ここから向こうは、下道で行きたいと思います。さあ、ここを左に曲がって、あとお客さんのところ行きます。では、ちょっと積み込み、頑張っていきます。なっちはだ。はーい。さあ、今、静岡県、焼津市の積み込みが終わりました。ありがとうございます。今11時40分。いや、やっと終わった。なんとか午前中に積み上がりました。今日はね大型にやったのでちょっと少ない感じです。さああとはねとりあえず下道で1号線今向かってって、で今日の行き先はね三重県伊賀市になります。こっから245キロよいしょよいしょ。まあ守谷からはね高速乗っかったので、あとはこっからはね下道で伊賀の方まで行きたいと思います。よっこらせよっこら
してくれ。はいはいはいと。まもなく左方向です。さああとはね1号線バイパスでひたすら行っちゃいましょう。てか久々に1号バイパス走ります。左方向です。トレーラーでは初かな。この辺の1号線は大型ではねしょっちゅう走ってましたけど、トレーラーではそうあんまりないですからね。よいしょ、まあ、あとは気をつけて行っちゃいましょう。てか道が悪い、ゆさるぜい。ゆさるゆさる。まあとりあえずあとはぼちぼちと1号線をひたすら行きましょう。まあ名古屋行っては23号、そっから亀山行って25で伊賀まで行っちゃいましょう。さあではでは1号線バイパス走ってきます。はい、あるでしょう。はい、さあ走ってきました。ここは国道25、今三重県伊賀市のあたりまで走ってきております。あとお客さんのところまで残り4キロ、あとね近くのコンビニの方で休まさせてもらおうと思います。途中でね四日市の渋滞がかなり答えましたね。まあ予定通りっちゃ予定通りですけど、まあ、なんとか無事にね到着できました。さあここから降りていきましょう。さあどうだ。さてあー開いてる開いてる、よかったよかった。よいしょよいしょ、なんとかなんとかなんとか、うまいこといけた。よっしゃ、はいっと、オッケー。さあここで休まさせてもらいましょう。ではちょっと買い物と行ってきます。はい、さあやばいました、チンしました。今日はじゃじゃーん、久々にコンポタージュとキッシュで買ってきたのは飲むヨーグルト。はい、さあ食べていきましょう。ではいただきます。さああとはね、あと明日、はい、一応今伊賀で
到着してるんですけど、明日伊賀で降ろしたらまた伊賀で積んでまた関東行きます。はい、そんな工程になっております。では今回はここまでにしたいと思います。さあご飯食べて休みます。ではまた。